Every time that my mind slips, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder. これで660円。少ない。私はミニカツ丼、ちくわサラダ。うん。うまい。うまい。キャンプで食べるお肉を買いに来ました。若干大きいけど、うん、全然入りました。全然置けるね。もっと圧迫感あるかと思ったらね。そう、もっとでかいと思ったよね。意外とね、全然ないからね、びっくりした。炊飯器1台使って今だいたい650ワット。これは結構使うぞ。でもさ、650ワット使っても容量でかいから3時間使い続けられるってことだよ。半端じゃないね。すごいね。デルタマックスの容量は2016ワットアワーです。あまりピンとこないかもしれませんが、この容量は凄まじく、災害時の情報収集に欠かせないスマートフォンなら200回以上、1日2回充電するとしても10日間近く使うことができます。91%、 ご飯炊いて 9% しか減らないってすごいね。今日のご飯はこれが鶏ごぼう。美味しそう。一回作ったことあるの、バズーリー飯っていうやつ。こうやって豚肉と大葉を餃子の皮で包んで焼くやつ。いいですね。これめっちゃ好きだから作りました。ポン酢につけて食べます。美味しそう。はい、こんな感じです。うん、うまいろ。うまい。うん、美味しそう。電気毛布1時間ぐらいずっと使ってるけど、まだ 87% ぐらい残ってる。全然余裕だね。余裕だわ。じゃあおやすみ。おやすみ。今日はキャンプに行きます。はい。はい、1週間 Vlog 2日目、現在キャンプに来ております。はい、ここめっちゃ綺麗。ここめっちゃ綺麗ですよ。すごい。ほら、そうそうそう、倉迫温泉桜というオートキャンプ場に来ております。温泉入り放題です。温泉入り放題です。最高です。最高です。電源借りることもできるんだけど、このキャンプ場今日はね、あのマックスくんがいるんでね、いつもよりね、電気に余裕があるので、そう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 、電源借りずにね、やっております。はい、あー、もううまっ。うまー。 65%。 やばいね、この容量。やばい。昨日からずっと使ってんだよ。あー、寒い。いよいよ氷点下になってきた、気温が。ね、お湯沸かそう。ケトルでお湯沸かしてるから1240ワットも使ってます。
これが多分持ってるやつだったら一番使う電化製品じゃない。そう、でも余裕ですやっぱり。デルタマックスの定格出力は 2000W です。家電始動時など瞬間的に定格出力を超えて発生する電流のことをサージ電力というのですが、デルタマックスのサージ電力は 4200W。 ポータブル電源を購入する際は使いたい家電の定格出力だけでなく、このサージ電力の値も重要になるわけですが、デルタマックスのこの数値なら使えない家電はまずないと言えるでしょう。あっという間に沸いた。今日はデルタマックスがあるからもう電気使い放題な気分。それな、こういう寒い時はさ、火でやろうとしても意外とさ、そうそう、時間かかったり、なんか本当手つかずの自然の中のキャンプ場みたいなところってさ、結構電源がないとこ多いじゃん、うん、いいよねやっぱり1台ポータブル電源あるとキャンプでも。ソーラーチャージャーを使用して太陽光から入電することができます。天候にもよりますが、晴れてる日の日中は 120W 近く充電することができます。ソーラーチャージャーを6枚までつなげられ、最大 800W も入電可能。この数値もかなり優秀です。うちらはさ、今回さ、デルタマックスをお借りしてまだ 2,3 日しか経ってないけど、購入検討考えるレベルだよね。マジでそう、気に入ってるよね、めっちゃ、うん、めっちゃ気に入ってる。なんか、うん、あのぐらいの容量来年の冬は多分必要だなって思った。ではある。あと夏とかもデルタマックスがあったら冷房とかも使えるし。エコフロー社のポータブル電源は複数デバイスをね、一気にこうやって充電できるからもう超便利。しかもこれ USB もあればさ、タイプ C もあるし、裏側にコンセントもあるし、うん、だからね、一気にね、こんなたくさんね充電できちゃいます。やっとだ。何時？2時半。うわ、やば。じゃあおやすみ。おやすみ。あー、よ、4日目の朝、今ね、朝というかね、時刻がね、もう10時なんですよ。また寝坊したというか、もう昨日寝るの遅かったから、ね、分かりきってたとは言え、寝すぎというか、もうやだ、この遅く起きちゃうスパイラル。急いで準備して、ご飯食べて、さっさと飯食って、編集しに行こう。編集しに行かないとピンチです。忙しいよね、我がし、うん、でもしっかり寝てるよね。うん、ゴリ寝てる。今日も8時間。いける、いける。今日はちなみに土曜日です。なので観光とかはせず、土日編集に振ります。キャンプの残りでお昼ご飯です。冷静に考えてみたら、これただの焼肉でした。はい、めちゃめちゃ臭いです。やばいです。あんだけ匂い気にして焼肉やったのに普通に肉焼き始めちゃいました。アホです、アホです。よし、片付け終了。じゃあ行くぞ。さっさっと閉まってマジで早く快活行って編集しよう。編集しよう。もうデルタマックスが充電がもう使い切ったので、快活クラブで充電させていただきます。やっぱさ、重みはあるよね。重みある、さすがにね。けどまあ、ニーヤンがいれば持ち運べます、片手で。なのでまずあのご自宅にニーヤンを用意してください。はい、そんな冗談はさておき、デルタマックスの重さは22キロあります。 EF デルタと比べても結構重いです。
私も試しましたが持ち上げるので精一杯でした。まあでもデルタマックスに限らずこれだけのスペックのポータブル電源なら重いのは当然だと思います。よし、いいね、充電されてるね。今ね2時なんだけど何時間でいっぱいになるか楽しみだね。上がって早めに寝て、うん、明日からの生活リズムを整える作戦です。そうね、シャンプーこれにしたい。高えだろお前どう考えても。だってこの前のシャンプー安いやつだから変だったんだもん。倍じゃねえかよお前。これにしたい。ふざけんなよマジで。手洗った手洗った手拭いた、うん、ちゃんと拭いて折ってて拭き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 折ってて拭き拭き。スーパーでねたまたま視聴者さんに会っちゃってね、ありがたいことにビールいただきました。ビールいただいちゃいました。めっちゃ嬉しい。しかもめっちゃたくさんいただいちゃった。そう同世代の視聴者さんでね、あえてめっちゃ嬉しかったね。すごい応援してくれてて、バンライフ始めたいって言ってたから言ってたね、でめっちゃさ、あの行きってさ、あ、YouTube こうっすよ、こうがいいと思いますよ、あ、バンライフ YouTube やるんだったらって散々アドバイスしたうちらの買い物カゴにこの 20% オフのお弁当夢ないわ夢ないわマジでもう恥ずかしいとこ見られたうん、うまっ。だしたらこパスタニーヤの弁当、うん、なんか鶏弁当みたいな、うん、うん、おいしい。あーおいしい。ケトルで一瞬でお湯を沸かして、うん、ポタージュ、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。現在が今 96% です。さっきケトル使ったからね、はい、ちょびっとだけ減りました。 EF デルタもそうなんだけど、デルタマックスみたいなこの形だとさ、ちょっとこうやって上に物が置けるっていうのがねめっちゃ便利だったりするんだよね。これねでかいんだよ。そうそう、ちょっとしたデスクみたいな感じでね、そうそう、なんか物重ねられるし、この車マジでテーブルないから、そうこれがね地味に嬉しいんだよ。なんか割とあの防災用に買って押し入れとかに収納しとくにもさ、このサイズだったら上に物を積み重ねられるからいいよね。そうそうそう、この平らなのは、うん、ニトリで買った激安電気毛布ですこれで今は50ワットぐらい消費してるのかな、うん、でいつも通りこのファッファのふかふかな毛布とグランドさんをかけて今日もポカポカ気分で寝たいと思います。もう全く寒くない。今のうちらの視界はねいつもこんな感じ。そう、上のアカシアの木が家感を演出してくれます。落ち着きます。もう本当に快眠できるよ、うん、じゃあこれまた頑張りましょう、はい、明日も。はい、おやすみなさい。おやすみ。はい、切れた。8時45分、うん、まあ多分そんな大した早起きではないんだけど昨日の夜このホットアイマスクつけて寝たんですよ。そしたらね今日の朝の目覚めが全然違う。夏とか春とかはあの朝散歩結構ね北海道とかでよくやってて、やっぱりね朝ね20分とか30分とかでもなんか多少歩くと全然一日が違うんだよね。にーやんまだ寝てんのかな。あ、起きてた。おはよう。お土産セブンで買ってきたから飲んで。ええと、
うまそう。あ、ここ目の前さ、洗車場だよ。車汚すぎるから。やばいやばい。コインランドリーもあったし。マジで、うん、いっか。しょっちゅう洗車してる気がする。そんなことないです。めんどくさい、寒いし。月1です。汚い。めっちゃ汚いの分かるかな。やばい、汚すぎ。今日は今までで一番汚いね。なんかバカ汚い。汚ね。この辺がめっちゃ汚い。ほら、もう超汚いんですけど。これも旅の思い出だよ。車っていうのは汚れてなんぼの生き物ですよ。わざわざ毎月洗車しなかったっていいんじゃないかしら。ゴードンもそんなに洗わなくていいよって言ってますよ。嫌です。熊本滞在中、ライブの時お世話になってるホテル。ここめっちゃ気に入ってんだ。めっちゃいいよね。レッツ熊本。おお、いいね。いいですね。おー、すごい。窓めっちゃいいじゃん。もう最高。ライブやりやす。ライブ用やん。ライブ用の部屋やん。やった。やった、めっちゃいい。はい。どう？おやすみ。おい。緊張する？ライブ、うん、めっちゃするよ。私昨日の夜からだもん、ライブは。最近さ、あのメンバーライブやってんじゃん。ああ、そっちはなんかもうだいぶ慣れたんだけど、メインのライブがより緊張するようになった。なんか、ああ、ちょっと規模も違うしな。そう。無事だよね。うん、OK、 頑張ろう。頑張ろう。よっしゃ。あ、ま緊張する。緊張する。ここまで来ると。あ、やだな。ボタン押すの緊張する。来たか。こんばんは。こんばんは。見えてますか。聞こえてますか。皆さんこんばんは。あ、こんばんは。素敵な日曜日をお過ごしですか。こんばんは。じゃあ皆さんありがとうございます。ありがとうございました。おやすみなさーい。おやすみなさい。ありがとうございました。終わった。お疲れっす。お疲れ様。すごい、1300人だよ同時視聴。いや、来たね。来たね。始まったら楽しくて一瞬で終わったわ。一瞬で終わったね、今回のライブ。マジで一瞬だった。ご飯食べた暇もないから一瞬で終わった。馬刺しめっちゃ余った。来ました。熊本の下通りにあるね、リラックスエムっていうマッサージ屋さんなんだけど、ああ、もう一回来て超感じした。そうそうそう。今日はちょっとマッサージしてもらいに行きます。楽しみ。はい、今行ってきました。やばくね。やばい。ここ最高すぎるわ。全然違う。超おすすめ。熊本にお住まいの人全員行った見た方がいい。本当にやばい。目が一気にバンって開いた感じする。ああ、めっちゃいいわ。なんかすごいマッサージの重要性を痛感する、ここに来ると。してるから、そう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 、全身が凝りにくってて、私なんか頭痛がひどくなっちゃっててからさ、そうそうそう、ここ来てね、めっちゃ改善された。そうだよね。結構あったかいけど、
周は海もあるから最高。When you're not, it's getting much harder, and I'm falling down, down, I'm falling down. I see your face on all of the pages. 車のシガーソケットからね充電することができるんですけど、我が家のハイエースにつなぐと今103ワットインプットしてます。もうね結構たまるんで、めちゃめちゃ重宝してます。1週間 Vlog 最終日、天草観光楽しんでます。天草ねめっちゃいいとこだったんで、天草観光してる動画ねぜひ見てください。この子もここにいます。結構大きいけど、俺も肘置きに使ってる。そうそうそう、こうやってちょっと肘とかも置けるから。今お昼ご飯中です。リゾラテラスで買う塩パンが有名で買ったんだけど超うまい。うん、4個買ってさ、絶対食べれないと思ったら普通にペロッと食べれた。余裕だった。クソタケ。え？どちら様ですか？どちら様ですか、オタク。どちら様ですか、オタク。すんごいくずろいでるけど。オーナーさんの飼い猫が甘えん坊すぎて、うん、もうドア開けるたんびに入ってきちゃうの。もうずっと格闘してたんだけど、もう一旦入れてみようってなって、一旦もう置いほっといたら、電気毛布の上でもうここでもう落ち着いちゃって、ゴロンしてるね。そう。ということで以上で1週間 Vlog 終了でございます。結構リアルだったね。そう、ちょっとねあまりにもリアルすぎてちょっとすごい編集してて不安なんだけど、本当はもっとね動きのある1週間をお見せしたかったんだよ ね。夢のある1週間を、うん、だけどちょっと天気が悪かったりとか編集が思ったように進まなかったりして、うん、だいぶ地味な。そうね、まあ、今回だいぶ編集に比重を置いてたけど、これが逆に観光に比重の置いた週もあるから、そう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 、まあどっこいどっこいかな。そういう週もあればこういう編集メインの週もあるという、ね、やっております。ということで、はい、今回もエコフローシェさんとのタイアップでこちらのデルタマックスをね1週間お借りして実際に使用して過ごしてみました。はい、で実際このデルタマックス使ってみた正直な感想と、うん、今私たちが持ってる EF デルタとこのリバープロのこの3つをねちょっと並べて比較してみようかなと思います、うん、なるほどね。まずね、まあ、容量で言うと、まあ、大きさ見て分かる通りこっち側からまあちっちゃくて、うん、どんどん大きくなっていくっていう感じです、うん、そうね。でこのリバープロはまあ容量この3つの中では一番小さいんだよね、うん、だけどやっぱり大きさもねそれだけコンパクトで、ちょっとコストもねやっぱりデルタシリーズに比べればちょっと削減されてるっていうのが一番お手頃かなっていう感じで、私たちみたいな人はこれ1個じゃ全然足りない。バンライファーはきついな。うんうん、だからやっぱりキャンプとか、うん、2泊3日1泊2日程度の車中泊旅にはまあこれでもいいかなって思います。はい、ただ防災用とかはちょっと安心感が薄いかなっていう感じ、うん、そうね。あとはサブバッテリーとかにね向いてるサイズ感ですね、うん、はい、はい、このまあ EF デルタもうこれは私たちが1年目旅を始めるときに調べに調べ倒して買った一番最古産 の、 あの相棒 EF デルタなんですけど、はい、まあこれもね本当に容量的にはもう申し分ないぐらい、申し分ないね、はい、うん、十分大きくて、で出力定格出力もねかなり高いので使える家電もめちゃめちゃ多いと、うん、はい、長期のね車中泊にも比較的すごい向いてると思います。そうだね、これだったらまあ俺ら最初ずっとこれだけでやってたぐらいだから、そう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 、バンライファーでもこれがあればまあまあまあ戦える、戦えるかなって感じ、うん、ただ出力の高い例えばケトルとかをじゃあ2台同時に使いたいよとかってなった時に、うん、やっぱりこれだけだと1台ずつじゃないとできなかったり、うん、まあそういう意味では容量足りないと思う方もいらっしゃるかもしれないね、まあ、実際うちらもねこれだけじゃなちょっと物足りなくなってこっちを、ね、うん、購入してるから、うん、まあそうかもね。でも一応ギリね女性でも持てるサイズ感というか重さだったり、そう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 、うん、バンライフ始めるんだったら EF デルタ持ってても全然十分大丈夫だと思う、うん、ということでじゃあ次このデルタマックス、うん、今回初めてね一緒に使わせていただいたものなんですけど、
まあやっぱりその容量の安心感っていうのはちょっと次元が違ったかな。桁違いでした。で私たち1週間使ってて、AC 電源から充電したのたった1回なんですよ。そうコンセントから充電したのが。本当にすごかったな。それが本当にすごいし、すっごい楽だった。うん、そうだね、うん、だって何度も炊飯器で米炊いたし、何度もお湯も沸かしたし、そうそう充電もしたけど全然減らないもんね。うちら本当に電源使う方なんですよ。 それで3日間持つっていうのにすっごい感動したから、うん、うわやっぱ容量大きければ大きいだけ便利だなって思っちゃった。あ、特に俺らみたいなバンライファーね、長期で使うから、そういう意味ではもう本当に安心感違ったね。そう X ブーストっていう機能がデルタマックスにはついてて、一時的に X ブーストを使うと 2400Wh までね出力上げてくれるんですよ。これすごいよ。そうだからね、うん、2400W の家電も使えるっていうことなんだよね、うん、炊飯器とこのケトルを両方同時に使えるってことでしょ。うん、そうすごいよね。で、あとエクストラチャージャーって言って、追加のバッテリーを別売りで買えば、あの容量増やすこともできるわけ。だから2台目を買わなくてもいいってことだよね。そうそれを買えばいいよね、それ、うん、それもね、 EF デルタにはねこの3つの機能がねないのよ。なるほどね。どっちもねバンライフ向きだと思うよ。どっちでもいけると思うけど、こっちの方がより快適にできるかなっていうのはちょっと思いました。まあ、俺らがさバンライフ始めた頃はこのデルタマックスっていうのは売ってなかったんだよね。そう、まだ発売されてなかったんですよね。1年前は出たばっかりだもんね。そうなので、もしあの時にデルタマックスも発売されてたら、ちょっともしかしたらこっちを買ってるかもしれないな。そうだね、俺もそう思う、思います、うん、ただ一点かなり重い、うん、正直私は持ち上げるので精一杯で持ち運べない。それはあるよね、その点はね、ちょっとね、うん、手頃さっていう点ではね考えた方がいいかなと思うけど、大きさはそんなに変わらないから、うん、置いとく分にはそんなに邪魔にならないし。そうね、うんうん、まあ私はあ、ちょっとデルタマックスいいなって思った、思った、うん、だから欲しいなって思った。体感的にはもう本当バンライファーだったらこれなんじゃないかなって思うな、今だったら。そうだね、うん、2ヶ月とか3ヶ月とか長期で車旅って思うんだったら、うん、これあってもいいかもしれない。そう、防災の時にもやっぱり安心感全然違うので、まあそう、そんな感じで、まあ、結局まとまらなかったということでね。全然まとまらない、まあ、三者三様もそれぞれにいいところがあって、うん、まあちょっとデメリットもあったりして、そうね、もう本当にね悩むんですけど、まあ一つだけ確実に言えるのはエコフロー社さんのポータブル電源を選べば間違いはないです。まあ俺らはもう何度も言ってるけど、そう最強だから、ゴリ押ししてるけど動画内 で、うん、マジで、もう本当にね防災用としても、うん、キャンプ用としても車中泊用としてもいろんなスペックのもの出てるので、うん、絶対自分の合ったポータブル電源に出会えると思う。出会えると思う、種類すごいあるから本当に出会えると思います、うん、まあぜひねこの動画参考にして、あのポータブル電源選んでいただければと思います、はい、じゃあ最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバーイ。